書道対決をしたいんです。なるほど。4人で文字を書いて先生にチェックしてもらって誰が一番上手かっていうのをやっていきたいと思います。はい、いいですか。よろしくお願いします。中学校以来やった。中学校以来。もう中学校。そしたらもう誰並み水入れ。これ入れすぎですか。ちょっと。入れていきましょうか。でこれがすすなんですよね。なんかを燃やしたすすを。しかもこれ上と下がちょっと。そんなのもあるんですか。一応やっぱりこう敬意を表して。こういったところはもうあまり受けないっていう。こっち側でこうする、なるほど、であとちなみにすずりの、まあ、もう皆さん釣りね、はい、されてますけど、まあ、海と丘っていうぐらい、やっぱり釣りにも関係深い、あー、なるほど、まあ、これだともうかなり大しけな感じ確かに気をつけてくださいね。はい、はいはい、かしこまりました。釣、はい、るところから、釣るところから釣、はい、り方ってあるんですか。こんな感じでいいんですか。ちょっと釣ってみていただいて、ちょっと釣ってみます。お手並み拝見で、こうでしょ、こういうことですよ。俺なんかこっちに出して、あ、じゃあちょっとやってみてください。あ、なんかこっちにちょっとずらして、はいはい、なんかここでこう押して戻すって聞いたことある。はいはい、そうですね、こう持ってきてここでこう、はい、はー、へー、こう押し出しつつまた作ってきて、へー、まあこれはね、あの釣り岡ハウスにあったスズリの炭ですけど、そうです、はい、まあいろいろプロはプロなりのものをこっちですよね、はい、釣り竿と同じようなものを、はい、うわ、プロのやつかっこいい、ようございます、はい、なんかもう絵が描いてある。だからもう刷る方が作品を描く時間よりも長いっていうぐらいの、へえ、そこでまあ構想を、あ、考えながら、はいはいはい、今日はどんな風に描こうっていう、いろいろな、もう硯は右に置い、右利きだったら右に置かれてください。左だったら左で、はい、じゃあ最初はまず釣りっていう字を書くけど、これはちょっと色を見るために、はい、好きな文字を、何だろう、好きな文字、どんなもんなんですかね。食、食、食、金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 、やばか金の、金と言われたので金を書いてみますあ、でも、あ、薄いんだ、薄い、俺金なんだうわ、むずっ、すげえ跳ねる、なんかあれですね、水墨画ぐらいのなんか薄さー、それ金、よし下手くそいやいや、同じ文字でいきます。いやいや、もう好きな文字、好きな文字、女、うん、女、おっなんかつけ金に女に、じゃあ俺避けて書こうかな。女絶対難しいやろ。お、あ、難しい、バランスがね、多分書き順とかもあるんだよね。書き順、いやいや、多分あ、分かんないけど、なんか俺もやー俺もやだよ、俺も超下手っぴだよ、ほら、違う違う、文字がやなんでこれにしたんですか。ちょっと左下にあるしね。宗男さんも、宗男くん、お姉さんも女やろ。じゃあ、書こう、むずっ、いや、じゃあ、むねおくんの文字は何がいい。なんかこんなですね、薄い、あれ、1本、2本、2本だと酒、酒、なんか基本やっぱみんな、みんな、はい、バランスがね、スペースができるよねバランスが悪いですね。ミオくんは夢やろ、夢確か夢って夢ってどう書くって、その前そっからやった、まさか、あ、胸押し上手なの、わぁわぁわぁ、え、上手じゃない、胸押し、バランスいいかな、ああまずいまずい、こいしょ、こいしょ、おぉ、遠いね、夢小学校腕だねまずですね、皆さん書なり鑑賞されるときにできた形を、まあ、見ることが多いと思うんです、はい、なかなか書いてる最中ってね、はい、見ることないと思うんですけど、はい、その出来上がったものにも書いてる最中をこう感じる作品っていうのがやっぱりあると思うんですよ。どういうところで感じるかというと、まあ、今回今の状況だと宗男さんが一番それを感じる作品じゃないかなと思います。その理由は
私たち筆脈って言うんですけど、筆の脈、体も血管がこう通ってこうつながってるじゃないですか、脈が。でこれ書も見えないところの脈があるわけですよ、書いてないところに、はい、だからそれをやっぱりこう息をこうつなげるとか、だからこういったところでここに南さんが行きたいなっていうところに分かります、その気持ちがここに到達させる、そしてこう来てこの入り込みですよね、ここから受けて入ってる、そしてこう来て、もう素晴らしい、その筆脈だ、うわぁこれ、ここ筆脈じゃん、まあ、金の切れ目はじゃないですか、切れ目な感じの